皆さんこんにちは、ケイです。クラウディオです。私たちは日本人でイタリア人の夫婦です。スペインのバルセロナという町に住んでいます。はい、来月2人で日本に行く予定です。I think I got it。 それで日本に行く前にこれができたら日本により馴染めて楽しめるんじゃないかということで、肉体訓練、スパルタ肉体訓練名付けて、ジャパントラベルブートキャンプ JTB というのを用意しました。それをぜひやってみたいと思います。はい、日本に旅行に行く予定のある皆さん、ぜひ一緒にやってみてくださいね。さて、まず第1日目ということで Day 1チョップスティックストレーニング、こちらお箸です。チョップスティックス、ご存知の通り日本人は食事の時お箸をよく使います。お箸の使い方を今日はマスターしましょう。はい、まず持ち方ですけれども、ペンを持つようにこの親指、人差し指、中指でこんな風に一つ持ちます。そしてこう動きますね。もう一本の方をこのように薬指でこう固定するような感じですね、持ちます。はい、これ持ち方です。で、ここで大事なのが、こちらは固定されているだけで動きません。この3つの指を使ってこちらだけをこう動かす、こんな感じですね。だからこれがプロの2人はしません。こういう風に持ちます。 Let's try it。 はい、I'm ready。 Ready Go。I'm ready. You ready? Ready. Go. Thirty seconds. Yay! Are you ready? Yes. Ready. I'm ready. Go.5, 4, 3, 2, 1。 イエーイ。まだできてません。 Thank you guys. できてません。 Are you ready? I'm absolutely ready. Go. 終わってます。ブラボーブラボーイエーイブラボー、はい、ということで第1日目お箸トレーニングをしましたが、いかがでしたか？ジャパントラベルブートキャンプシリーズでしますので、もしよかったらチャンネル登録お願いします。 Hey guys, if you like to see more videos, subscribe and follow us. Ciao. Bye. さよなら。